サムライイーティングプロファイターマックスです。プロデューサーのユーマです。吉高です。ゴリちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか今日はいつもと違って真面目な雰囲気というか、はい、お話があるということで、今回じゃあサムライイーティングのチャンネルの今後の活動的なものに関してちょっと皆様にご報告をさせていただければなと。コロナの影響で活動がかなり制限されて、コロナ以前のお届けですとか、それこそ海外に行ったりですとかっていう、サムライのチャンネルが本来掲げているコンセプト、海外のに向けた動画だったりとかっていうのを前面に打ち出してやってたんですけれども、ちょっとまあコロナの影響でできなくなりました。そうですね。なんですけれど、その中でもサムライらしさっていうのを出せると思っていて、ちょっと前ってよくやってましたけど、デリバリーを作って僕が家でチャレンジしたりするですとか、うん、吉高さん指名も入っていただいて、はい、料理をこう作ってもらったりとかっていろいろあるんですけれども、改めてね、一応ちょっと、コロナ禍以前の目標というか、活動の趣旨というのが若干こう映像的にずれるところはあるんですけれども、うん、基本的なところは変わってないので、はい、これからもサムライらしさを動画内で発信もさせていただきたいと思いますので、はい、コンセプトちょっとブレブレじゃないかなって、もし気になっている方いらっしゃいましたら、決してそんなことはございません。あくまでこちら海外向けのチャンネルで、日本の良さ、和の文化的なものを絡めてフードファイトと皆様に発信していきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、今後もね、いろんなことにチャレンジしていきたいと思っておりますので、うん、どうぞ楽しみにしていただければなと思っておりございます。はい、まあやりたいことがなかなかできない状況下ではあるんですけれども、その中でも何かできることはないかと模索しながらやらせていただければと思いますので、皆さんぜひ今井の直近でなんかこれやってみたいなっていうのはなんかその中であります。落とし穴でしょ、買いタイミングでしょ、ウムロ買うでしょ、ウムロ買う、ヘリ買う、靴買う、逆に言えばですよ、こういう面白いことも輪を絡めてて発信できればいいんですよ。それも面白さだと思うんですよ、僕は。まあ、そうですね。まあ、正直最初から見てくださってる方からすると、途中からなんかふざけ始めたなっていうところではあるかもしれないですけど、まあそれが一番僕らもすごいやってて楽しいというか、僕らもやりたいことやらせていただきつつ、皆様が楽しめるようなコンテンツを今後も発信していきたいなと思っておりますので、コロナが落ち着いて、例えばかなり地方ですとか、それこそ海外とかに遠征が行けますよっていう状況になり次第、もうすぐにでも計画はもう練り始めているので、うん、海外のフードファイトの大会に出て、はい、僕が出たりとか、うん、ですとか、海外のまあ僕の友達だったりとかもそこそこいるので、そのフードファイターの、うん、現地行ってその方と現地の食材でガチャ対決するとか、うん、まあ海外に侍が遠征するみたいな感じですか、まあ、逆もしかりだったりとか、うん、そうですね、そういうものをかなり前面に打ち出していきたいなとコロナがボーンとなった暁には、はい、もうすごいことになってますので、はい、そこはぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、じゃあ改めましてサムライイーティング、今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも、朝の集合から遅刻をかましたマックスです。おはようございます。サムライイーティング、久々の外ロケということで、今日はもう早朝ですね。ちょっと僕本当寝坊かましたって申し訳ございませんでした。なんですけど、はい、なんか今日ここ集合場所って言われて、東日本橋駅から 2,3 分ぐらい遠のところにあるんですけど、これ何しにここに僕を呼んだんですか。はい、まだマックスさんには何もお伝えはしていないんですけれども、その前に一つ、はい、ちょっと紹介したい方がいるんですけど、はい、見えてます。今回はこちらの方とコラボでーす。ズリン、ズリン、おはようございます。イブマヨです。おはようございます。ついにようやく可憐な女性を入れての撮影となりましたね。お、改めましてちょっとカメラの前の皆様によさ自己紹介的なものを。一応大食い YouTuber として、今活動しているイブマヨと申します。しっかりしてらっしゃいますね。はい、で、エビマヨさんを迎えて、今日は何のやる感じですか。はい、今回は OB のお二人に来ていただいたということは、はい、チャレンジメニューに挑戦していただこうと思っております。ほう、はい、チャレンジメニュー、あれで外ロケのチャレンジメニューって僕メインではやってるけど、なかなかないっすよね。今回心よく OK してくださったお店さんが、まあチラチラ見えてはいるんですけれども、はい、ちょっと中に入って実際にお話を。ちょっと待って、もうそんなことはね、誰もいるなー。懐かしいな、この名前。あのね、はい、そんなこと僕は今日ね、言いに来たんじゃないんですよ。ほら見て、はい、これあれ空の下、はい、ドン空の、はい、ドン有名だ、ちゃんと仕込んでるから、こういうの皆さん、はい、当サムライティングチャンネルはですね、大食い早食いのチャンネルから完全にスニーカーチャンネルに移行しましょうその瞬間でね、ちょっとあの皆さん見てほしいんですけど、ちょっとカメラの人、あの、エビさんの足元ちょっと振っていただいてよろしいですか。じゃあちょっと失礼してよろしいですか。はいはい、どうすかこれ、あらニューバランス、これどういうことなんですかこれ。あら、ニューバランス揃いで、これね、僕ね、マジで普通に聞きたいんですけど、今日なんでニューバランスでもなんか某スニーカーチャンネルさんの影響で買っちゃいました。ニューバ
これで、はい、いつでも準レギュラーになる準備はできてるよと。できてると。いや、ありがたいでございますな。まあ、こういう感じのスニーカーチャンネルなんで、今日は今から、はい、食べるロケを急遽中止して、スニーカーさんに行きますんで。ダメだよ。上のあたりでちょっと、いろいろ山男さんとか見に行くね。行かなきゃいけないんで、よろしくお願いします。行きたいけどダメだよ。早速、行っていきたいと思います。はい。お願いします。じゃあ、レッツクックは、あれ？レッツクックあ、もちろんレッツイートだ。あ、レッツイートだ。え、あ、忘れた忘れた。はい、入ろう。意識低い。入る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 。行きましょう。お邪魔します。いらっしゃいませ。お邪魔します。お、あ？なんかいいな。なんかあれだね、ちょっと昔の撮影スタイルに戻った。出番なくなっちゃったじゃん。どうもスニーカーチャンネルです。違う。で、今日のスニーカーなんですか。違う、スニーカーチャンネル。ちょっとダンクなんですよ。これダンクのハイカットじゃないですか。しかもこれはい、ということで今回のご協力いただいたお店さんはインディアンカレーさんです。およろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今回のインディアンカレーさんに、先ほどお話しさせていただいたチャレンジメニューを提供いただくんですけれども、はい、せっかくなので、はい、お店の方からチャレンジメニューの内容をお話しいただければと思います。はい、お願いします。お願いします。今回チャレンジいただくのは、インディアンカレー東日本橋店のチャレンジメニューです。で、これ全部で 3.5 キロあります。全部のトッピングが載ってまして、この 3.5 キロを20分以内に完食で永久に特盛り無料と、さらに代金の5000円をキャッシュバックさせていただきますとのことです。なので、20分 3.5 キロチャレンジと。え、これってクリアした人いるんですか。これまだ、今チャレンジャー2名ほどいるんですけど、まだクリアされた方はいません。そうっすよね。いや、これレベルめちゃくちゃ高いよ多分。だって揚げ物全部時間20分ですよね。 3.5 キロですよね。で、ドモコカレーこれどうかしてるぜこれ。え、ちなみに江上さんこれいかがですか。めちゃくちゃ難易度高いと思うんですよ。だってもうカレーとは横国系だから大変そう。これ正直イメージでクリアできると思いますよ。正直パッと見の感じ、時間と重量と結構ギリギリだと思いますよ。俺だって今50-50ぐらいです、マジで。頭の中でなんとなく今思い描いてるんですけど。なるほどなるほど。これサムライティングガチな感じになってきましたね。確かに。これ演者殺し。確かにじゃねえんだよ。どうですか吉高さん、なんかちょっと今日出番少なそうなんで、ちょっとなんかいいなんかレッツレッツとかなんかちょっとね、今日のやついいということで、今回ガチチャレンジの内容で、はい、閲覧注意となりますので、ぜひブラザーをしていただいて。そうですね、FMIさんのチャンネルもリンク貼らせていただきますので、よかったらこちら飛んでいただいて、はい、で、一応説明なんですけど、はい、サムライ D ってこの後の動画に関しては、まあ、基本マックス鈴木さんメインに映る動画になってくるので、まあ、そんなむさいおっさんなんか見たくねえよと、可愛い女の子だけ見たいよっていうことは、概要欄に FMIさんの動画を貼っていただく。そうか、別チャレンジになるんですね。エムヤさん、エムヤさんのチャンネルで撮影の。そうです。おー、面白い。前人未到のチャレンジメニューに今回お二人にガチでチャレンジしていただいて、はい、成功するのかしないのか、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。はい、お待たせいたしました。あ、いつものお願いします。じゃあ、たまには二人で一緒にどう。そうです。レッツイートみたいな。でも多分落ちなくなっちゃいます、それやったら。心配だな。せーの、レッツイート。ほら、こうなっちゃう。やめさん、結婚しません。じゃあ、いきます。はい。5、4、3、2、1、スタートです。いただきます。
はい、ということでちょっと食べ終わったばかりですけど恐縮なんですけど、はい、実際20分チャレンジ 3.5 キロどうでした？実際写真見て、はい、グーコンダウンは乗ってるのかなって想像して、で実際物を見て、はい、食べた感じだと見た目ほどはヘビじゃないのかなっていうのが正直な印象です。あー、なるほど。キャベツめちゃめちゃ細いんですよ。食べやすいでしょ、うん、はい、でソーセージとかチキンカツですか、カツ、そのロスカツ、アジフライ、クリームコロッケ、はい、あとイカフライもあったかな、あとハンバーグ、あとなんか夏野菜の感じとか、これね、トータルして食べやすいです。食べやすいんです。揚げ物が柔らかいです、まずサクサクで、あ、すんごいサクサクして、で、カレーのルーは意外とスパイシー、はいはいはい、見た目とこの重量に比べるとそこまででもないのかなって感じしましたけど、僕の判断なんで、そうですね、他の方がちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけれど、ただ揚げ物もめちゃめちゃ柔らかったし、もうカレーもスパイシーでかなり美味しくいただけましたね。おー、ちょっとやっぱガチな感じなんで、はい、チャレンジ中はね、もうそういうのフルシカとしてありましたけど、残った感覚で感想を言うと、結構いい感じの、はい、なるほど。いや、ちょっとすいません、リーナさんの方も実際20分のチャレンジ達成されていかがでしたか？あー、でも実際なんか 3.5
7.5キロって普段のチャレンジメニューよりも全然少ない量ではあるんですけど、うん、制限時間が20分だから結構焦りましたね。あとマックスさんが目の前にいるからすごいスピードがずっと視界に入ってくるからでもこれにちょっとね慣れないとなっていうのは思ったんですけど、あ、これからフードバトルを続けていくと人対人の対決にはなっていきますし、っていうのがありましたね。であとカレーの感想はもうめちゃくちゃ美味しかったです。でなんかマックスさんがおっしゃってた通りに揚げ物がめちゃくちゃ食べやすかったです。柔らかかったです。すごい食べやすかったなっていうのが感想です。美味しかったです。はい、ありがとうございます。改めましてご協力いただいたインディアンカレー東日本支店の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご提供いただきましたカレーがこちらのものだったんですけど、普通の一人前のメニューってなんかどういったものになったりするんですか。うちがカツカレーをすごい推してやってまして、はい、こちらですか。はい、カツカレー、チキンカツ、トンカツだったりが100グラム以上の厚みのスライスで出してるんですけども、はい、お値段も680円というふうにしてうちの看板メニューです。はい、ボリューミーだと思ったわけだわ。はい、でもそんなに柔らかいです、めちゃくちゃ。特におすすめなチキンカツカレー、はい、っていうのもぜひちょっと食べていただく、お二人に食べていただけないかなっていう感じですか。お、僕は全然いいの。でもテンさん、実はね、サムライティング演者だけじゃなくてスタッフも食べるっていうチャンネルで言うのおい、やろ。でもいや、これチキンカツ、はい、チキンカツ、はい、しっとりかけにびっくりするよ、お肉。マジっすか。ね、食べれば分かると思うけど、本当っすか。なんて言うんだろう、全然違う食感が、シュッてこうめちゃくちゃ柔らかい、ジューシー。お前食えよ、そんな果物でなよ。お前バカだ、バカ食って。ほら最近ほら、まだ YouTube 慣れしてないからさ、吉高の初食レポを、YouTube 慣れするために初食レポをもらうやつしたら、ほらほらほら、もう十何年のキラパス来たよ。キラパスねえ、さっきまでガチな感じ出てたやん。そう、だからもう、ほら最後ポンコツのね、食レポをしっかり。いや、これお店さんが僕らだけじゃなくスタッフさんでもいいですよっていう OK をくださればこれが成立するわけです。ちなみに店さんいかがですか、この流れ。もちろんいいんだ、いいんだ、いや、もちろん。あらーす、あらーす、なぜ娘に答えていただいて。じゃあ、食レポレッツイートで、レッツイートで、さっきやったやん。おぉ、すごい物撮り用レベルのこの綺麗さ超綺麗。さあ、ということで何をすんの、本当に作る側から食べる側に、ハマる側に。でもこういうのがいいんだよね、これ。照れちゃう感じがね、パンの中で。で、ちょっと今ご提供いただいた料理の紹介をさせていただくと、こちら、チキンカツカレー。チキンカツ、はい。で、すげえいい感じで美味しそう。そうそう、バッチリ。チキンカツがでかい。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、熱々っすね。まずカレーかける、はい、もう緊張して味わってやろうよ。かわいい、かわいい。こんなカレー食ってるとこ見られることないぜ、人生で。でもちょっとやらしい見方かもしれないですけど、値段の割に、ね、すげえボリュームが、ボリュームが、あ、どうっすか、すごい。さっき鈴木さんが言ってた通り、めっちゃ柔らかい、チキンカツが。カメラ越しだと、あんまりその柔らかさっていうのがなんかそこまで分かった。こう噛まないと分かんないんだけど、へいへい、噛む前、なんかフォーク刺そうと思ったら、あれ意外と硬いのかなと思って、噛むとすごい口の中でもうほどける感じ。へー、ちなみにこれ金沢カレーっていう、金沢カレーです、はい。どういう味、普通のカレーと違います。なんか、野菜入ってないんですね、金沢カレーって。入ってないっていうか、こう固形の野菜、はいはいはい、もうほぼルーだけというか、溶けちゃってるの、溶けちゃってるの、はい。へー、初めて食べた。店長さん、野菜ソムリエの資格持ってるんですよ。え、そうなんですか。野菜ソムリエ、野菜ソムリエって何ですか。忘れちゃうでね。で、吉高までスピンオフでだから資格取ってもらえる、ソムリエの選択だから。なんの野菜ソムリエとかいろんな資格。そんなため取れねえわ。ああ、面白い。じゃあ俺水上バイク取るわ。いや、俺船舶の呼吸取るから。遊びてえだけ。俺も取ろうかな、じゃあ。いや、いいよ。
あれちょっと友達やってるんで。あ、じゃあ行こう。もしかしたら店員さんもじゃあ一緒に。なんでなんでノリが合いそうなんだもんだって。なんかもう雰囲気でわかるじゃん人って。あ、多分この人ノリ合うなっていう。あるじゃん。そっちの人なんだもん。明日から侍の現場に一緒にいてくださる人全く変じゃないでしょ。あ、出すみたいな。多分だけど店員さんは俺ねナイキ履いてると思うな。あ、俺の予想ね。ちなみに今皆さん何を履かれてる？今日は、はい、防犯剤で色落ちしたバンザイ。おい、ナイキじゃねえじゃないか。でもおしゃんよ。おしゃん、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 いい感じにおしゃんなってこれ。おしゃんだし、なんか落とし方プロですね。ありがとうございます。これね、カメラ回ったまで食べたことある人しかわからないんだよね。カメラ回るとマジ食べられないんで。食べ方とかね。そう、喋ることを意識すると本当に食べなくなるんですよ。カレーのスパイシーと鶏肉のしっとりさがね、すごいいいですよ。金沢カレー食べたことない人間からするとどういう味なんやろっていう。なんか濃厚な感じですね。濃厚な野菜の甘さとなんかスパイシーさ。へー、甘い、甘いけどピリッとくる感じ。いやでもやっぱほどけるっていう表現はね、なるほど。やっぱこの千切りのキャベツが横に添えられてて、うん、この先割れスプーンっていうのも多分カナダカレーの特徴ですね。うん、そうですよね。はい、そうです。キャベツが合うカレーに初めてだった。初めてだけど。正直俺キャベツなんで入ってんねやろと思って。めっちゃ合う。へー、全部あの効率化された形なんで、カナダカレーって。もともとキャベツもサラダとして別皿で提供してたんですよ。あ、まあ普通のフォークがついてたんですよ。カツカレーの頼んだ。はいはい。ただ、で、お皿も普通の白い皿だったんです、最初。なるほど。でもそういったところを、まあ、お皿割れちゃうだったりとか、全部効率化させたのがステンレスの皿にして。なるほど。で、サラダを別容器ではなくてもカレーにのせる。で、スプーンとフォークを提供したのも先割れスプーンにしてしまう。うん、ならもう一緒に食えるやん。はい、で、全部そういうパッケージで、まあ、金沢カレーのスタイル。はぁ、カツもカレーの上に出ちゃって。なるほど。完璧なボスですね。そういう背景を聞くと面白いですね。そうなんやと思ってさ、いや、いろいろやっぱ意味があるんやなって思いますよね。食べたくなっちゃってんの。うん、食べたくなっちゃった。プライベートに来ちゃうパターンでしょ。鬼ほど来ちゃうパターンなんじゃない。なんで、あの概要欄に、気になった方概要欄にあの場所等々話していただくので、ぜひチェックしてみてください。先ほどあの僕インスタ、お店さんのインスタ見させていただいたんですけど、はい、かなりこう政府的にいろんな写真上げられてるので、インスタ結構わかると思います。あ、はい、じゃあインスタグラムのアカウントも話せていただいて。見ていただいて、もちろんもちろん、はい、フォローもさせてきました。とんでもないです。いや、本当に素敵に。とんでもないです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 。腰が低い。確かに7キロ30分でしたっけ。7キロ30分ぐらいが多分いい感じかな。今度僕、鈴木さんにもしリベンジしてもらえるとしたら、あの時間、このまま例えば量を増やすんじゃなくて、ちょっと鈴木さんが大食いリズムだって言ってたんですよ。リズムを崩されると食べにくくなっちゃうってことを言ってたんで、ちょっとあの工夫してリズムを崩すその4キロで制限時間20分で、あ、食材で、はい、食材でちょっとこうリズムを崩す、え、ちょっといいですか、っていうようなチャレンジをしたいです。僕ちょっといいですか。お、はい、ちょっといいですか。あの方誰に言ってるか分かってるんですかね。スイッチ入っちゃった。バンズの方は誰に言ってるか分かって、今ちょっとちゃんと喋ると思ってノート直したんですが、今そんなこと言われて僕が、はい、やらないわけないだろうが。ほら、もうスイッチ入っちゃった。もう入っちゃった。もう入っちゃった。食べるだけ食べたい。楽しい。早速マックさんの次のチャレンジが決まったんじゃないかというところで、ます、おしゃれさんの字完食と。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい。でもこの笑顔で僕はもう100点満点じゃないかなと思います。もし何かあの気になる方がいらっしゃったら、ぜひ侍のツイッターの方に DM を送っていただければ、グッチャの方で返信させていただきますので。はい。特権は受け付けてます。はい。いやでも本当によろしく食べていただいて。美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。